お手紙、アーノルド・ローベル作、絵、ミキ・タク役。ガマくんは玄関の前に座っていました。カエルくんがやってきて言いました。どうしたんだい、ガマガエルくん。君、悲しそうだね。うん、そうなんだ。ガマくんが言いました。今、一日のうちの悲しい時なんだ。つまり、お手紙を待つ時間なんだ。そうなると、いつも僕、とても幸せな気持ちになるんだよ。そりゃ、どういうわけ？カエルくんが尋ねました。だって、僕、お手紙もらったことないんだもの。ガマくんが言いました。一度もかい？カエルくんが尋ねました。ああ、一度も。ガマくんが言いました。誰も僕にお手紙なんかくれたことがないんだ。毎日僕の郵便受けは空っぽさ。お手紙を待っているの時が悲しいのはそのためなのさ。二人とも悲しい気分で玄関の前に腰を下ろしていました。するとカエルくんが言いました。僕もう家へ帰らなくっちゃ、ガマくん。しなくちゃいけないことがあるんだ。カエルくんは大急ぎで家へ帰りました。鉛筆と紙を見つけました。紙に何か書きました。紙を封筒に入れました。封筒にこう書きました。ガマガエルくんへ。カエルくんは家から飛び出しました。知り合いのカタツムリくんに会いました。カタツムリくん。カエルくんが言いました。お願いだけど、このお手紙をガマくんの家へ持って行って、郵便受けに入れてきてくれないかい？任せてくれよ。カタツムリくんが言いました。すぐやるぜ。それから、カエルくんはガマくんの家へ戻りました。ガマくんはベッドでお昼寝をしていました。ガマくん。カエルくんが言いました。君、起きてさ、お手紙が来るのをもうちょっと待ってみたらいいと思うな。嫌だよ、ガマくんが言いました。僕、もう待っているの、飽き飽きしたよ。カエルくんは窓から郵便受けを見ました。カタツムリくんはまだやってきません。ガマくん。カエルくんが言いました。ひょっとして誰かが君にお手紙をくれるかもしれないだろう。そんなことあるもんかい。ガマくんが言いました。僕にお手紙をくれる人なんているとは思えないよ。カエルくんは窓から覗きました。カタツムリくんはまだやってきません。でもね、ガマくん。カエルくんが言いました。今日は誰かが君にお手紙くれるかもしれないよ。バカらしいこと言うなよ。ガマくんが言いました。今まで誰もお手紙くれなかったんだぜ。今日だって同じだろうよ。カエルくんは窓から覗きました。カタツムリくんはまだやってきません。カエルくん、どうして君ずっと窓の外を見ているの？ガマくんが尋ねました。だって今僕お手紙を待っているんだもの。カエルくんが言いました。でも来やしないよ。ガマくんが言いました。きっと来るよ。カエルくんが言いました。
だって僕が君にお手紙出したんだもの。君が？ガマくんが言いました。お手紙になんて書いたの？カエルくんが言いました。僕はこう書いたんだ。親愛なるガマガエルくん、僕は君が僕の親友であることを嬉しく思っています。君の親友カエル。ああ、ガマくんが言いました。とてもいいお手紙だ。それから二人は玄関に出てお手紙の来るのを待っていました。二人ともとても幸せな気持ちでそこに座っていました。長いこと待っていました。4日たってカタツムリくんがガマくんの家に着きました。そしてカエルくんからのお手紙をガマくんに渡しました。お手紙をもらってガマくんはとても喜びました。